から、向こうに抜ける国道17号線、結構有名な峠道ですよね。ここたしない方、日光の金精峠の方へ向けて走っています。すでに夕方の6時だけど、まあ、金精峠の方はもうどっぷり日が暮れてんだろうね。これさんざん峠道とか山道を走ってきて、さらに金精峠、最後の仕上げが金精峠です最後の仕上げじゃなくて、最後はあれだね、いろは坂の下りだな。まあ、この時間だったらもう空いてるとは思うけどね。どんなもんでしょうか。さあ
取れてるでしょうか。いよいよ金精峠、今登っています。まあ、結構今日は交通量あるんで、前にも車がもう詰まってる状態ですね。それ結構涼しくなってきたね。さっき気温計があるところで見たら25度で、またそこから山を登ってるんで、ちょっとこれメッシュのジャケットだけだとちょっと涼しいかなというところですね。まあ一応上着も持ってるんだけどね。よし、この後、金精峠から奥日光、中禅寺湖、いろは坂の下りと行くんですが、残念ながら動画はの撮影は失敗してしまいました。まあ、とっても真っ暗なんで大して見えなかったとは思います。まあ、金精峠の上りにつれてやっぱりえらい寒かったですね。とはいえ、まあ、無事に家まで帰り着くことができました。以上、ご視聴ありがとうございました。